4種類あるタイ人の話タイに駐在する心得仕事の関係で若い頃タイのバンコックに4年ほど住んだことがある微笑みの国東洋のベニスなど形容詞がたくさんあるタイ今や割と近くてエスニック料理で人気のあるタイ旅行です肌の色や 顔形が異なるとはいえ、同じ仏教国のため。なぜか親しみやすいのがタイの人。短期の一週間程度の旅行なら、タイ語を勉強する暇もないので。旅行会話辞典とか、電子手帳があれば、用が足ります。しかし、駐在となると、三年から五年、中には気に入って、十年も。は、住むことになるので。 タイ語を勉強することをお勧めしますその国の文化を知るにはその国の言葉を知るのが先決です手前味噌ながら私はタイ語を読み書き話しますタイ語の代表的な言葉サワディーカサワディーカいずれもこんにちはに相当するですますに相当する クラップは男性用とカーは女性用である。男性用のクラップのプーはほとんど聞こえない程度の詰まりと思って発音。語尾を上げて発音する。女性用のカーは英語の c カーを発音するのと同じと考えて発音。これは語尾を下げて発音する。次にありがとうを意味する。 コププクンがが、ある語尾に男性用女性用、用女のクラップやカーをつける。さてここではタイ語の勉強をするわけではないのでこれ以上書かないがもう一つタイを代表する言葉にマイイペンライがある。日本語で言うなら「気にしない」という意味の言葉になる。街中を走っていて一度車をぶつけられたことがある。 大した事故ではなくて接触程度の軽微な事故であったが相手が何を言うかと思ったら「マイペンライペと来る。ちょっと待てよお前がぶつけといて何でマイペンラインを言うんだ」「ぶつけられた俺が言うセリフだろう」う、と言いたいところだがそれが対人なのである。相手がぶつけておいて「お気にしない気にしない」と言われたら頭に来るのは私だけではないだろう。 こののの辺がタイ人の気質なのです。また欧米と同じで車をぶつけても「総理悪かった」「タイ語ではこうとう」とは絶対言わない習慣がある「こうとう」とは「罪をください」という直訳になるくらいの言葉なのぜ。どうぞどうぞ罪は全部私がかぶります」となってしまい 自分が悪くなくても罪をかぶることになってしまいかねませんつまりソーリーと言った方が罪を認めたことと受け取られるためでもあるこれはアメリカでも一緒で100%自分が悪いと思ったらソーリーと言ってもよいが出会い頭などでどっちがどのくらい責任があるかわからない場合など決してソーリーとは言ってはならないのです 逆に自分が悪くても相手のせいにするくらいのズうずしさがあった方が良いというか必要です。日本人は何か尋ね事をする時でさえ「すみません」などというが一歩日本を出たらこの言葉は忘れましょう。「責任は相手になすりつけるもの」これが世界の常識と覚えておいた方が良いです。 日本を一歩外に出れば日本の常識は通用しないというか日本の常識でものを考えない方が良い。世界には悪がいっぱいいるので日本の性善説を基本とすると逆に窮地に陥ることさえあり得ます。古来より日本ほど恵まれた環境単一民族で外国からの侵略を受けたことはない。 に住んででいいいたた人種はないと思った方が良いでしょう昔からヨーロッパでもアジアでもアフリカでも侵略戦争の連続でいつ自分たちの国が乗っ取られるか分からないところに人々は住み続けてきたのですしたがって相手を信用することは自分が裏切られることという教訓を受け継いできているのです日本も戦国時代には戦いがありましたが それは所詮国内の小競り合い程度のことで今の政治と同じで自民党内の総理たらい回し程度のことでしたが諸外国では文化そのもののもが否定されるきき目を見てきたのですまたアメリカ合衆国はそれら常識の違う国々からの移民が同省異務を見る国であり 出身国が違えば考え方も見方も全然違う人種が同居している国なのです決して一枚岩ではないのです例外はイラク戦争とか九点一一の敵はアルカイダなどと対外的なこととなると同床イムは横に置いておき一枚岩になることが普通ですが国内的には雑居ビルの住人と見るのが当たりです 常に出身別の人種の問題は付きまとっていますよく言えば競争心がありそれを悪く言えば同人種以外は排除という傾向も見られます若い人でも普通は管理者としてタイの現地法人に赴任するわけですからタイ人の社員・従業員に仕事をしてもらわなければなりません赴任早々は頑張るので 対人にしてみればあれもこれもとやつぎ早に出る指示についていけないことがまあまあありますそんなにガツガツしなくてもという彼らの気持ちと自分のテンポが合わずに悩むことになりますそのような環境の下で忍耐強く日々の仕事をこなしていかなければなりません時には衝突もありますなんでこんなことができないの などなどつまり赴任早々の1年間は最初のののつまり忍耐の人なのです2年目になれば現地の様子もだいぶ分かってきて次長気味にあまりガツガツしてもしょうがない摩擦を避けるのが先決だと悟るようになります。 的確な指示は出すが相手がそれをしてくれるまで待つことを心がけるようになりますつまり待つ対人が2年目の対人です3年目ともなれば自然に彼ら対人のペースに自分が合わせることが苦にならなくなります抵抗もなくなります この頃になると、社員や従業員とも打ち解けて摩擦、トラブルがなくなります。つまり、自分がタイ人と同じレベルで物事を考え、することができるようになった証です。タイの駐在が一番楽しく充実していると感じられるのもこの頃のことです。3年目にして同じ精神状態になれるのです。 これが正真正銘の対人です。駐在も4年目となると日本側の本社から来る指示でさえ、ここは大難だからそんなに急がせても無理、摩擦が多くなるだけ、というような回答をするようになります。日本側のスピードに変化はなくどんどん進んでいますが、駐在をしている本人はそれに気が付かないようになります。 本社側から見るとあいつは何やってんだと思われることもしばしばになりますこの4年目の退陣とは衰退の退の字を使った退陣の始まりです早く本社に帰任させてリハビリをしないと同期の仲間からも差をつけられて出世が遅れ始めますつまり4種類の退陣とは 1>, 1年目忍耐のタイの字のタイ人2年目待つ人のタイ人3年目文字通り人大国のタイ人4年目衰退のタイの字を使ったタ人と変化します特に不妊後1年間は生活・風習・言葉の違い社内の人間関係でストレスがたまるので健康管理には注意が必要です かなりの数の人が健康を害します顔面神経痛になる人もいるので最初の1年は仕事も触ることながら健康管理に特に注意が必要です最後に旅行者にも必要なタイ語の注意筆頭にあたる文章を書いておきます旅行でも仕事でも時間つぶしには喫茶店が一番便利です タイにはタイで取れる独特のコーヒーがあり、結構美味しいです。日本のコーヒーと比較すると濃いのが難点ですが、慣れれば美味しいと思えるようになります。特にアイスコーヒーが美味しいアイスコーヒーはオーリアンと言います。タイではコーヒーのことはカーフェと呼びますので、よく覚えておいてください。 日本では「コーヒー」と書きますが発音は「コーヒー」と発音するのが普通ですバンコックで喫茶店に入りコーヒーをオーダーする時に「コーヒー」と発音すると現地のウェイトレスには「おまこちょうだい」と聞こえますのでくれぐれも注意してください「カーフェーと覚えておいてくださいしつこいようですが「カーフェーですよ バンコク等の都会ならともかく日本人があまり行かないような田舎の街を訪ねた時などレストランでこのような発音を言おうものならウェイトレスが赤面してしまいあなたは大きな誤解をされることになりますバンコク射撃訓練バンコク駐在時に現地で会社に入ってもらった日本人がいた 彼はインドネパールビルマ等をヒッピー旅行彼の弁していてバンコクに流れ着いてバンコクが好きになったということであるこういう人は少なくないらしいインドやネパールと比較するとタイは天国のようらしいそれほど良い国なのであるその人の話によるとインドでは豚と人間が一つ屋根の下で生活している。 という信じられない社会といっても1970年代の話だったそうである街には牛がノロノロと歩き回り人間は裸足で歩いている夏場の夜は道端に人がゴロゴロと寝転んでいるホームレスではないらしいを見るという現在の IT 国家インドとは似ても似つかない国だったそうである時は2010年 インド帰りのアメリカ人ビジネスに聞いた「昔のインドは相当ひどい国だと聞いたことがあるがどうでしたか出張は」という問いに彼は「インドはメキシコに20年遅れている」という話だったメキシコに行ったことのない私は聞いたではメキシコはアメリカと比べたらどのくらい遅れていますか彼は言った「20年遅れている」 つまり2010年のインドはその話を聞いて大体想像ができるような気がした「そんなに?」という言葉しか出なかった女性の視聴者も大体同じようなことを言っていたからやはり40年は遅れているのだろう。 2000年代に入って当時ニューヨーク周辺にはインド人が際立って増えてきた1990年代はヒスパニック中南米が大挙してニューヨーク周辺に入ってきて今やスペイン語は第二の国語公用語ともいえるアメリカであるカリフォンニアではずっと前80年代以前からそうであったでニューヨーク周辺ではセブンイレブンのほとんどはインド人が 働いていてると言っても過言ではないくらいインド人が多いターバンを頭に巻いたインド人のタクシー運転士もよく目につくまるでインドが移民で優先待遇でも受けているのではないかと思えるほどの大量移入であるさて話をバンコクに戻そう「インド人がカレーを手づかみで食べる」。 などと書き始めるとまた長くなるのでここでは書かないことにするある日その日本人の同僚と話をしている中で拳銃を撃てるところがあるという話が出た拳銃の射撃といえばグアムやサイパン旅行で海の上で撃ったなどという話は聞いたことがある昔の話である最近は韓国でそのような射撃訓練旅行の青年たちが 火災で何人も死んだ話があったくらい韓国が隠れた穴場のようである早速タイ人の社長に話をした拳銃の射撃をしたいが教えてくれないかいいよ連れてってやるということでチャイナタウン近くの陸軍の射撃訓練場に連れて行ってくれたパンパンパンと拳銃の音がしていた 私のニックネームどれにするとりあえず小さいのからと28口径の小さい拳銃を最初に貸してもらったパパパパン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 28口径ではほとんどショックも抵抗もなく撃てる15から2 0ルくらい先の的例の人間のシルエットをしたものの紙が貼ってあってそれを狙って撃つ。 これは大したことないねということで次に38口径を貸してもらったバン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 それはそこそこの射撃ショックが腕を伝わってくるのがわかるしかし想像していたほどではなかった銃を上から下へ移動しながら的の人間の下に向かい始めた辺たりでトリガーを引くように。 反動で重口が上を向くがそれでちょうど真ん中に当たる感覚を覚えるようにと言われてそのように打つと標的のいいところに当たった45口径にしようということで次は45口径にしたブンブンブンンンこれは内外が,があった。 トリガーを引いた瞬間銃口が上を向いてしまうのがわかる。ショックも大きい。文さん上見てと言われて射撃場の天井を見上げると天井まで地上から3メートルちょっとの高さであったが銃弾が当たった後は無数にあった。なんであんなところに銃弾が当たるのと聞くと 「何も考えずに拳銃を撃つとあそこに当たんだ」との返事それにしても頭の上にも等しいところに銃弾が当たるかと思えるほど時計で言えば11時の方向80度の角に弾が飛んでいって当たったものである「次はダーティーハリーだマグナもある?」と聞いた「あるけど弾が高いよ」と言われた。 それまでのは40から50発で1000円か2000円程度、38口径の弾の値段だったので、別に高いというほどではなかったが、マグナムは2倍ぐらいするという話だった。別に40発も50発も撃つつもりはないので OK した。4、5発だけ撃ったような覚えがあるが、さすがにマグナム、発射時の抵抗も相当なものだった。 これじゃあ的に当たらないいよというののが私の実感だった威力がある分弾の発射時に銃口が上を向いてしまう狙いは的の頭の上の方を狙って銃口をそのまま徐々に下に下げていき腹部下腹部に銃口が向いたぐらいのところでトリガーを引くのがコツであると教えられた。 とても的の心臓を狙ってそこに当てられるものではないことが分かった。一度練習をしておけばそれで十分である。あとは必要となった時に応用すればよい。しかし一発必中の事態が発生した場合にはとても通用しないことも確かと思った。